桜木町駅で降りて投げで飲み歩いていく。デガルタ仙台の試合観戦後に直行。 With Deca Carry Case 絶対に行くって決めてたところ、行ってみた感想は？ Maji Matsuri 最初に訪れたのは福祉部。少し並んでいたけど回転に強くてすぐ入れた。外にあるメニューを見てドブモチベーション最高値に持ってく。Variation Igu Ite Tolo Revenue Hito Never 入れて。店内の雰囲気も最高だし、炭火だし、テンション上げちゃう。勉強勉強、玉手箱オープン。日本酒たくさん。串の希少部位的な、もう大好物。イガゴコヒツヨ、ベガルタの勝利に乾杯。うめー、おいのみ。この時隣の席がシュラバ、彼氏、彼女、彼女の友達の3人で来てたんだけど、友達がトイレに行っている間に彼女の質問攻めで彼氏の浮気が発覚。帰ってきた友達に彼女が浮気してたんだけどと暴露。気まずくなった彼氏が分かりやすくトイレというトイレに行ってしまったのもやもすえ、その間にすごい勢いで彼女が友達に全詳細を話す。帰ってきた彼氏、女たちから責められ小さくなる。〇〇までは浮気じゃないとか、浮気相手に気持ちはないなど、クズ男手本のような言い訳を始める。口を開けば開くほど女たちの尺に触る。アラサー一人、酒女はたちが悪いが、その話をつまみに酒を飲む。彼女の怒りが頂点に達し、とりあえず外に出ようとなる。会計、彼氏持ち、持ちざるを得なくなってた。野毛若者物語続く。彼らは帰り、トロレバと共に平和到来。これが本当にうまいんだ。レバー大好きだー。バンド、ラブゴマ油。次の隣は家族連れだった。今日だけ特別にお母さんからジュースが許されて、無邪気に心から喜んでた。おい、さっきと隣の客層が180度違いすぎるて。今日も世界は回っていますな。とても楽しかった。そしてずっと美味しくて幸せ。これ小袋キムチ、あとチレ。見つけたら必ずスタメンの串。匂いで飲める。やばい、キムチ乗せて食べるってこんなに合うんだ。新発見すぎて心から幸せ。チレ、なんか層になってて美味しい。脂身少ないと多いを一緒にかぶりつく。なんじゃこの食べ物は。まだまだ気になる串も食べ物もたくさんあった。しかしはしごできなくなるので、本日はここでごちそうさまでした。2軒目はもつしげ、正面にも店を構える。ここも本当に人気店で少し並んでました。この字のカウンターの中心に持つ煮込みの鍋が構える。向こうにも席ある。目の前にメニューがあり、全部美味しそう。おすすめのもつ煮込みを頼んだので、あっさり玄米茶杯。マドラーバリかわいい。茶を出す。おお、ナンジャコリア絶対うまいやん。準備の人のみ。このもつ煮込み、本当に本当に美味しすぎた。多分塩ベースなのかな。もう忘れられない。体もポカポカすぎる。最初に店員さんから「もつ煮込み頼みますか？」って聞かれるんだけど、それくらい人気なんだろうなと理解。タントゲも来たよ。これはお酒も進みます。のげ、
本当に楽しかったし、いいところでした。たくさん飲み屋あるし、モツが有名みたいだし、街並みもお祭りのようだし、ずっとワクワク。この日は最高の試合も観戦したし、いろんな人と出会ったし、最高に美味しいお酒が飲めました。次は友達とも来たい。ご視聴ありがとうございました。